皆さんこんにちは。宣伝ミーティングの時間です。本日もよろしくお願いします。まずはじめに、ありがとうございます。今日も1時間13時までぜひ皆さんご覧ください。でまずはじめに、宣伝ミーティングとはより良い宮古島市に向かうための未来のアイデアについて考える日です。持続可能な宮古島市を実現するためには実行するということも必要です。今年2月なので来年の2月ですね。来月2月に開催される千年祭にて市民による新しいアクションアイデアが発表されます。その新しいアクションアイデアを視聴いただいている皆さんと一緒に当日まで練り上げていく時間、それが千年ミーティングとなっております。でこの来月2月に開催する千年祭っていうのについて少しご説明したいと思います。はい、千年祭なんですが、2022年2月20日日曜日の1時から3時で開催されることになりました。で今年は完全オンラインということになっております。でオンラインプラスFM 宮古さんの協力のもとラジオ放送も同時に配信することに決定、配信することが決定しました。嬉しい、ありがとうございます。でそこでですね、千年祭というのはサブタイトル、キャッチコピーが悪海、これちょっとうまくちょっと訛りできる人いますか？訛りじゃない悪海タンディエコアイランドをどうするべきっていうことで、もうこの差し迫ったいろんな状況を一緒に考えたいイベントとなっております。で千年先の宮古島市に向けたアイデア発表会となっております。で、視聴いただいている皆さん含め この千年祭に参加すると、まず千年祭では発表者のアイデアを聞いてもらいます。でそのアイデアに対して賛同の声を届けるということができるようになっております。で今回出場される出場者がお二人いらっしゃいます。一人目が昨日ミーティングをされた松原正明さんと、もう一人が今日ミーティングをされる佐々木優希さんとなっております。でお二人のアイデアもそれぞれこの千年ポータルでもいろいろお伝えしているんですが、まず松原さんがジビエを通して食育の機会を作りたいというアイデアと、佐々木由紀さんがゴミゼロの島を達成するためのゴミゼロネットワークを作るということで、本日いろいろまたお話を聞いていきたいなと思っています。でこの賛同の声を届けるということができるんですが、これが2つ参加方法がありまして、1つ目がウェブで届けるということで、スマートフォンや PC、タブレットから賛同の声を届けるということができます。でもう一つが電話やメールで届けるということができますので、電話でこういう賛同したいですということもできますし、メールで届けることもできます。でこれの詳細については市内各地にポスターを掲載しますので、そちらをご確認ください。でこの千年ポータルでも随時情報を発信していきますので、ぜひそちらをご確認ください。はい、と、いうのが千年祭です。もう来月2月なので、うん、2月20日なのでもうそろそろ1ヶ月切るぐらいですね。約1ヶ月後ぐらいですね、に開催されることになっております。で今日はですね、佐々木優希さんの千年ミーティングということなので、まず改めて佐々木優希さんについてご紹介をしたいなと思いますので、少しお待ちください。おスライドショー、ちょっと待ってくださいね。スライドショーどこにあったっけ。表示形式右上に、あ、これだ。はい、佐々木由紀さんのプロフィールを改めてご紹介します。ウルカ出身で、宮古は日ごときれいになっているというフェイスブックグループのオーガナイザーも立ち上げ発起人ですね。発起人であります。でこのページでは、宮古島市にあるポイ捨てゴミっていうのを日々拾って報告したりとか、情報共有をしたりとか、そういうのをいろいろ発信しているページとなっております。で結城さんのやりたいことが、ちょっとさっきのタイトルとちょっと違ってたりはするんですが、発端はですね、出だしとしては宮古島市のポイ捨てごみをゼロにしたいという気持ちでこのアイデアはスタートしております。で結城さんが感じている課題っていうのが3つあります。1つ目、宮古島市のポイ捨てごみの現状はすごく深刻であるということ。2つ目、問題から目を背けずにまっすぐに取り組んでいる大人の姿を見せたいということを感じられているということ。で3つ目が、
本当の豊かさを感じる心を取り戻したいということですね。で今はまあ現状ポイ捨てゴミを見て見ぬふりしてしまうこの心があるということはどうなのかっていうのですごく問題に感じられています。そこで、まあ、宮古島市のポイ捨てゴミゼロにっていう感じなんですが、今ですね、じゃあその課題解決に向けて取っていきたいアクションっていうのがいくつかあります。でまず一つ目が学校や自治会などで問題提起をして一緒に考える場を設けたい。2つ目、各自治体各自治会や学校などに働きかけ一緒にゴミ拾いをしていきたい。3つ目、宮古島市内で一斉ゴミ拾いイベントを行いたい。で4つ目、ポイ捨て拾いを、まあ、個人的に続けていきたい。で5つ目、SNS などで発信をしていきたい、まあ、ここにゴミがあるよって言ったりとかゴミマップを作りたいとか、定期的にこのポイ捨てゴミのイベントを行う際にその SNS を通して発信していきたいっていうこれらのアクションを考えています。で今日はですね、このアクションを具体的に何からやっていくのかとか、どういうアクションを本当にしていくのかっていうのも見つめつつ、あと4月からどう動いていくのかなっていうのも一緒に考えていきたいなと思っております。これがざっとした振り返りですね。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですかね、なんかいろんなね日々情報が更新しているんですが、ね、なんか、うん、ミーティングを重ねてより具体的に、なんか前これ一番最初だったよね、うん、なんかだいぶこう具体的になってきたなっていうのがあって、うん、変わったね。そうですね。本当いろんなクリーンセンターとかも見学したりとか、うんうん、本当にいろんな活動する上でより何に焦点を当てるかみたいなのも取り澄まされてきたということですよね。うんうん、問題とかから見ていきますか。課題。じゃシンプルに千年祭でざっくり。伝えたいことっていうのが、うんうん、じゃあ今宮古のゴミ問題の現状と課題として、ポイ捨てが当たり前なのが今現状、でもそれを捨てないが当たり前にして、で拾おう、落ちてたら拾うっていうのを日常に取り入れていきたい、うん、こうなってるといいなっていうね、うん、でゴミ出しの日、家庭ゴミとかそういうのも全部含めて、すごく宮古島はゴミがいっぱい出ているっていう現状があって、それをゴミを減らすぞっていう意識を持っているのが当たり前っていう風になっていくために、なんかアクションを起こしたいっていうのが、うんうん、シンプルな、うん、説明いいですね、うん、確かにポイ捨てが当たり前な現状を捨てないとか拾うっていうのを当たり前にしていく、うん、で2つ目がゴミをめちゃめちゃ出してるっていう状態が当たり前だけど、うん、それを少しでもゴミを減らして、うん、これってゴミを減らすっていうのは、まあ、資源にしていくとかっていう、うんうん、そもそも出さないのもあるし、そのゴミにするものを資源にしていくっていうのを前回言ってましたよね、うん、それを通してゴミを減らしていく感じなんですかね。なんか今聞いてて、うん、めちゃめちゃそうだなって思いました、うん、なんかそのゴミを出すが当たり前っていう表現って、うん、なんかいまいちピンとこないけど、うん、あのみんな今って月水金かな、この辺で言うと燃えるゴミがね、うん、月水金っていうゴミが出せる日に自分の家の中にあるいらないものをあの市のゴミ袋に入れてポンって出すことが当たり前じゃないですか、うん、もう本当に超当たり前で、出してる家は多分その月水金ごとに毎日毎回出してると思うんですよ、うんうん、それが週に1回しか出さない、もしくは月に1回しか出さないみたいな、ゴミを出すっていうことはなんかもう最後の最後の最後の手段として出してるみたいなところまでいけるとめっちゃいいのかなっていうのを今聞きながら思いました。確かに今全然見送ってて
あのゴミ収集車の音楽がこう遠くからこう聞こえてきて、今までだと、うん、あゴミゴミゴミ出すの忘れてたって急いであの結んで走って、うん、ゴミ置き場まで走ってたんだけど、うん、最近は今日は見送ろう今日も見送ろうって、うん、結局ね全然出さずに過ごしてるんだけど、うん、前はもう出すのが当たり前で、うん、あ出し忘れたみたいな、うんうんうん、感覚だったのが懐かしいかも、うんうん、ゴミがあるのが前提じゃないですか日々、うんうん、でもそれじゃない、うん、なくなるってなんか全然なんか概念が変わるというか変わるよね、うん、全然違うよね。でねもうこれでなんかへえすごいそうなんだってでやる人はやってるんだねじゃなくて全然簡単に誰にでもできるから、うんうんうん、あのぜひやり方を知ってもらいたいなって。なるほど、うん、それはね、だって知れば全然誰にでもできる、うんうん、そう私あの前回ゆうきさんと一緒にプラザ島行ってこれは資源にできるよっていうのを勉強して、うんうん、でそこでまあ母親に伝えたりしたら、うん、もう全然ゴミの量が違ってて、うん、でゴミのゴミ袋のサイズが大から中になったりしたので、うんうんうん、ゴミって別にこれも全部ゴミに捨てなきゃいけないゴミだなって思ってたけどそもそもゴミじゃなくするっていう選択もあるんだなって思って、うんうん、そうゴミをなくすっていうのは全然可能なんだっていうのはすごくね学びましたね前回の通して。みんながそうなるとなんか自宅に今月水金ってもう大量に出てるじゃないですかいろんなところにゴミ袋が多分一つだけじゃなくて二つ以上出てる家とかもやっぱ多いからそれが一つでもまず減っていくと相当違いますよね、うん、最終処分場に行くのも減るしで多分一般そんなに意識向けてない人からしたらえなんでゴミ出すのが悪いのって思うと思うんだよね自分もそうだったから、うん、当たり前に出すのが当たり前だからさ、そうですね、そういうルールになってますね。そうルールだし、うん、全然悪いことじゃないよっていう感覚なのも分かるんだけど、うん、あのねなんてあフリーズしたごめん、うん、なんか、うん、減らすのも楽しいし、うん、減らすことであのもっといい未来につながっているよっていうのも知ってもらいたいし、うんうん、で減らすのもそんなに難しいことじゃなくて簡単に楽しくできるよっていうのをぜひ知ってほしい、うんうん、いや最終処分場の話が結構僕的にはクリティカルだった、うんうん、あの埋まっちゃうでこのペースでいったらこのすぐに埋まっちゃうっていう話とかが出てきて、うんうん、そのなんかいくらでも土地があっていくらでもなんかそのゴミが埋められるってみんながもし思ってるんだったら全くそんなことないじゃないですか、うん、島だし、ね、島じゃなくてもダメなんだけどね。そうか都で前回考えたじゃないですか、うん、都で最終処分場がこのままのペースで増え続けるとどうなるかって言ったら200年持たないっていうこの全土都全土を埋め立て地にしたとしても200年持たないっていうのが出たじゃないですか。かつ最終処分場をじゃ埋まりましたもうその処分場閉鎖します封鎖しますってなってそのなった処分場って10年ぐらい結局何も使えず、うん、また10年後使えたとしても資材置き場か公園にしかならないっていう情報も入ったわけで、うん、それこの島どうなるのっていうのが、ね、あらわになって、うん、私もびっくりしたっていう、うん、これをさ聞かされただけではさうわ怖いなってなんか不安になったり絶望感を味わったりするんじゃなくてでも方法はあるし、うん、いいそこをたどらないためにまたいい方向に向き軌道修正してみんなでちゃんとそれを知った上でね、うん、あの進んでいこうっていう風に持っていけたらいいな、うんうんうんでも今がねその行動を起こせる、ね、絶好の機会ですからね、うんうん、いいねその捨てないが当たり前になるとかゴミを減らすが当たり前になるためには、うん、今もともとは、アクションがその学校や自治会で問題提起をして一緒に考える場を設けるっていうのと、うんうん、自治会や学校に働きかけて一緒にゴミ拾いをしていくっていうのと、うんうん、一斉ゴミ拾いイベントを行うっていうのがあって、うんうん、なんて言うんだろうその問題提起をして一緒に考える場を設けるっていうのは、うん、その捨てないが当たり前になるとかゴミを減らそうとする意識が表に出てくるためにすごい重要なことだと思うんですけど、うんう
そのゴミ拾いをするとかゴミ拾いのイベントをするだけでは、そのあれってなんか僕感じてるのは、うん、ポイ捨てゴミって、うん、なんかその地域にゴミが落ちていないことを目標にやるじゃないですか、うん、でもゴミを減らすっていうのって、うん、またちょっと領域が違うというか、うんうんまあ、その一番目はその今の話で言う、うん、捨てないが当たり前になるとか、うん、ゴミを減らすっていう意識が当たり前になるとかっていう話と直結してるんですけど、うんうん、なんかそれで言うとアクションとかはもうちょっとこういう風にしたいなとかっていうのはありますか、うん、やっぱりあの SNS で発信してるだけでは限界があって、うん、Facebook してない人には届かない、うん、でこの間ラジオでねあの呼んでもらって話してラジオを聞く人には届けることができたけど、うん、それ以外の人には届かないっていう、うん、こうなんかあのちょっとずつは発信していって誰かに気づいてもらえるけど、なんかもうちょっと積極的に届けることができたら変わるだろうなっていうのは思ってて、うん、でなんて言うんだろうね、やっぱ直に触れ合って、うん、こう自分がこうだからこうだからこうなんだよ、答えはこれですみたいな感じじゃなくて、うん、みんなで一緒にあのこういう現状を見てどう感じるのかなっていうのも実際聞いてみたいし、こう意見交換もしたいし、じゃあどういうことしていったらいいんだろうねっていうところもやりたいから、なんかそれをしたい、うんうんうん、学校だったり、うんうん、自治会だったり子ども会だったりで、あのもう最近思うのが、自分があと100人欲しい、1000人できたら手分けしてやりたいと、ね、でやっぱ一人じゃちょっと限界を感じてて、うんうん、あのはでこのね1000人チームでいろいろ話し合って、うん、これだっていうのがあのゴミゼロリーダーをあと何人か見つけてチームを拡大しようっていう話に、うん、ゴミゼロリーダーをそうなっていて育てて、うん、それはね実行したいと、うん、ゴミゼロリーダーを増やして、うん、ゴミゼロネットワークを作りたい、うんうん、ゴミゼロネットワークを作りたい、作る作る、はい、作るってことですよね、うん、100人の結城さんがいる状態を作るってことですよね。ちょっと頼りないので私100人じゃ意味ないかも。あのなんかいろんな人が来てそれぞれの力を出し合って解決していけたら早いんじゃない、早いし、うん、もっと未来は明るいんじゃないかなって思ってて、うんうん、もう宣伝祭と言わずに今からでも誰かあやってみたいかもっていう人がいたら、本当そうですよね。ここにも2人いるし、うんうんうん、私一人じゃないので、うん、なんか楽しくなるはず。このリーダーがその学校とか自治会とかに行って一緒に考えたりとか、うんうん、あとゴミを減らす方法をこのネットワークのメンバーとかと一緒にも考えたりとか、うんうん、そういうのしたいってことですよね。一緒にイベントしたりとか、うんうん、ネットワークが、うん、ネットワークが何やるかって言ったら、その学校とか自治会に問題提起をして一緒に考える場を設けたり、ゴミを減らす方法っていうのを実際伝えたり、うんうん、で一緒にゴミ拾いイベントしたり、うん、あとはあれですよね、ゴミ拾いイベントだけじゃなくて、なんかゴミゼロチャレンジみたいな、うん、あいいね、うんうん、プラザ島でやってることをもっと広めて、あの実際に家庭ゴミでどうやってゴミを減らしていくのかっていうのを体験してもらって、うん、身につけてもらう。このゴミゼロリーダー自身がゴミゼロにチャレンジをする、うん、もういいかもしたり、このゴミゼロリーダーが他の人に一緒にやろうよって言って、うんうんうん、それぞれでまたやってもらう人を作っていくっていう、うん、だから学校とかでやるんでしょ、うん、その子供たちと一緒にとか、うんうん、やりたいね、学校をやりたい、ゴミゼロ月間みたいなの作って、
勝手にいろいろアイディアしてるんですけど、行ってやろう緑月間みたいなやつで、うん、みんなのお家のなんかあのプラザ島のやつで、うん、ゴミ測ってゴミダイエットでしたっけ、あれ。そうそう、ゴミダイエットチャレンジ、うん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 、とかをこう子供たち が,、うん、がクラス単位で報告できるようなしたりとかして、うんうん、あ楽しそう、ね、うん、それで分かんないけどオリンピック的なことゴミゼロダイエットオリンピック面白いよね、表彰状とかさ、うん、表彰されたりとか、うん、このクラスすごかったとか、うん、するとめっちゃ楽しいですよね。楽しいと思う。ゴミゼロチャレンジの なんか 1ヶ月なのか、うん、なんかあの分からんけど1位になった子は、うん、あのプラザ島の1階で大人たちが一緒になってあのフルコーディネートを考えて、うん、あのおしゃれな洋服をピックアップして持って帰れるとか喜ばれるかなでも結構上等洋服あった気がするけど。でもあるのよ、うん、あるあるね、プラザ島いっぱいある、確かに何その賞嬉しくないの。嬉しいよ、誰かにコーディネートしてもらえるんだよ、うん、だから別にさ俺らじゃなくてなんか分からんけどよかったあのミス宮古の人とかにコーディネートしてもらうじゃん。で勇気ダメだからそういうのちょっとファッションはでもなんかみんなでそうやって楽しみながらゴミゼロ、うん、ゴミを増やすっていうのをできるとめちゃめちゃいいですよね、うん、なんかゴミを減らすって行為が苦しいものとか我慢する行為ではなくて、うん、普通にシンプルに楽しくできる行為じゃないですか、うん、それが浸透していけば全然いけますよね。ポイントはね、明るい未来を描くと楽しくなってくるのよ、うん、だから現状を知って、うん、あ、やばいんだな、こなんか不安になると思うんだけど、うん、そこ止まりではなくて、うん、だったらじゃあどうしたらいいんだろう、できることなんだろうってやっているのが、うん、なんかやっぱ楽しくて、うん、そう最初ね、あのゴミ拾おうよって思ってた時は自分は黙々とゴミを拾ってここが綺麗になっていくのがすごく楽しかったから、なんかそれだけじゃ人が集まらないってことに結構ショックを受けてたのね。なんかこうもっと楽しい仕組みがないとって言われたり、なんかお楽しみ、その後にちょっとあのお菓子が出たり、そういうのがないと、お楽しみがないとそんなに人は集まらないんじゃないって、ゴミ拾いをしようだけでは人は集まらないよっていう意見が結構やっぱあって、うん、で、楽しいのにみたいなでも変わってるのはこっちだったっていう感じで、うん、なんだけど今はあの自信があるっていうか、いや楽しいよって自信が持ててきてる状態で、なんでかって言ったらこうやってなんかはるかちゃんとか大くんとか、うん、同じ、ね、あの課題に向かってアイデア出し合うのも楽しいし、うん、でみんなが集まるだけでもやっぱ楽しいし、うん、でやっぱいろんなこと情報を知ってみんなで解決しようっていうこの過程がやっぱ楽しいなって今思ってて、うん、だからね、学校とか問題提起していや不安だ怖いっていう思いをさせるだけじゃなくて、うん、いやじゃあここから自分たちのこの手で変えていこうよみたいな、うん、こうワクワクの方に進めるんだっていうなんか自信がちょっとついてきてて、うん、なのでぜひチームを拡大させて、一人じゃやっぱ無理だからやりたいなって思ってます。いいですね。なんかこのゴミっていうのが結構共通話題になってみんなで考えたりとか話したりできるきっかけにもなってて、なんかすっごい楽しい未来がありますよね、うん、確かに、ね、なんか楽しくなってきてるんだけど自分の中だけじゃないよね。私ゆうきさんの話を聞いたらやっぱり行動するんですよ。私もだし影響を受けてこのゴミが減ってきたりとか資源にしようとか、うん、例えばもうあの牛乳パックのって全部ちゃんと洗って干して、うんうん、全部回収してもらうとかなので、うん、一気にゴミ減るし、うん、全然それも楽しいし、それが一人でも多く伝わってゴミ問題っていうのを別に日々取り組めることなので、うん、できる 子供からそれが大人まで増えると、うん、この島明るいですよね。明るいと思う。でやっぱり、うん、意識が高まってくると、うん、
このゴミだけじゃなくてさ、なんかいろいろもっといい方にいい方になっていくと思うんだよね。こう一つ、今はじゃあゴミの問題に関して、うん、一つのことにみんなでじゃあ考えて変えていこう、自分たちの手でいい方に進めていこうっていうのを体験して経験したら、うん、何かまた問題が出てきた時も楽しめると思うんだよね、うん、だからそう、あの教材としてもいい、子どもたちを育てるっていう意味で、うん、ゴミ問題が解決に、解決すると、うん、てかゴミ問題っていうのが徐々に良くなっていくと、うんうん、結構ゆうきさんはいろんなことも波及していくよってよく言ってくれるんですけど、うんうん、なんかどういうところが改善していくだろうって見込んでますか？もう全部良くなっていくだろうなと思うんだけど、どの辺から言うか、この辺とかこの辺とか。ああそうだね、あ、まずじゃあポイ捨てゴミが、おさらいとしてね、うん、ポイ捨てゴミがなんでいけないかっていうと、調べてみてね、現実的に自然環境を壊してる、うん、あの風化して海に流され、魚が食べて、鳥が食べて、生き物たちが死んじゃったり、うん、病気になったりしている、で数が減ったりね、絶滅に追いやられそうになったり、うん、そういうのが起こってる。で人間もそういった魚を、プラスチックをいっぱい食べた魚を食べて健康害してるかもしれない。でゴミがいっぱいな環境で育った子どもの心にも影響があるかもしれない、うん、っていうなんか、あの問題っていうか、そういうのがあって、でもじゃあポイ捨てゴミがなくなったらっていうか、もう捨てない、誰も捨てない、拾う、落ちてたら拾うのが当たり前になって、ゴミも減らそうっていう風になった時にどうなるかって言ったら、海がまずもっと綺麗になる、今も綺麗だけどもっともっと綺麗になるし、うん、で畑が綺麗、畑で採れる野菜も美味しいはずで、うん、陸も綺麗、地中の中も綺麗、うん、埋め立てられなくて済むからね、うん、土も綺麗なままでいられる、そしたら水も綺麗で、人の心も綺麗、うん、で健康になって元気になって、人はね元気になって、ご飯も美味しくて、で実は経済も潤う、ゴミを出さないことで、今ゴミを処理するのに使っている税金やら何やらも節約できる、今は無駄遣いが多いからそれが節約できて潤っていく、別のねことに使える、うん、お金が増える、うん、でめっちゃいいこと、いいことだらけ、うん、でもやっぱこう連動してるんですよね、やっぱりいろんなことが、うん、この環境も人の心までも、きっとそうだろうなってやっぱり拾いながら思うから、うん、すごい、うん、でゴミ拾いイベントみたいなのをやったり、自分が普段拾ってて、やっぱり社会に対し、外の世界に対して関心がやっぱ持てるようになるし、人ともつながってくるし、そういう意味でも楽しくなってくるから、全然なんて言えばいいの、大変なことを、もう重たい宿題を背負わされたみたいな感じじゃなくて、うん、自分にもすごくいい、帰ってくるものがいっぱいあるから、あ、イベントを通して結構外に目を向けたってことですか？なんか、うん、拾っててさ、なんか前も話したけど、うん、例えば弁当箱のゴミがいっぱいあるなっていうのを拾いながら、うん、あの仕事忙しくて、お弁当はコンビニで買ったお弁当で急いで済ませて、うん、ポイってしてる人がいるんだっていうことをまず知ったし、あ、でそうしたら旦那さんがあの仕事に行くときに、あ、お弁当を作って持たせてあげようっていう気持ちになれたっていうか、うん、そういうところにつながったりね、なんか、うん、
なんか社会がどういう感じになってて、そこのなんかちょっと残念な部分っていうか、うん、こうだったらいいなっていうのが見えてきたっていうか、はっきりしてきて、で自分の暮らしの中でもね、なんかここを大事にした方がいいんだ、子供を育てていく上でここって重要だから伝えたいなっていうところが自分の中ではっきりしてくるっていうのもあるしね。はあ、うん、なんかすごくゴミが教えてくれるっていうか、うん、ただのゴミじゃないっていうか自分はそう思ってるから、うんうん、ぜひ、うん、学校とか自治会とかと一緒に考えたり、うん、さっき、ね、ワークショップとかとか言ってたんですけど、うん、そうすると本当にみんなこれをきっかけにいろんなことを考えられるようになるんですよね。これだけじゃなくてね、ゴミ問題だけじゃなくて、うん、大切な本当に大切なことって何っていうところまで考えて描けるようになる、うん、だ子どもたちにとっては絶対重要だし、うん、大人にとっても重要だし、うん、私も子どもがいるのであれなんですけど、めちゃめちゃこのワークショップしてほしいですもん、学校単位とかで、うん、授業とかで例えばゴミをきっかけにいろいろなこと考えていくと、うん、多分本当に全てつながってるんだなっていうのを、うん、考えられる子になってくれたらめっちゃいいなってすごく、うん、でも例えばさ、うん、子供とスーパーに行って、うん、なんかお菓子とか欲しがるじゃないですか、うん、その時になんかこれはあのビニール袋のものだからやめて、うん、この紙パックのやつがいいとか子供が言うようになったら、うんうんうん、大きな大きな変化ですよね、うん、本当にそう、うん、確かに。で紙パックだったら開いて紙資源として出せばゴミじゃない、うん、けど、うんうん、ビニール袋だったらゴミになるじゃないですか絶対、うんうんとかっていう、うん、なんかそのお母さんこれはプラスチックだからやめようみたいな感じで、うんうん、言える人ばっかりになったら、うん、ゴミ変わりますよね。変わるよね。でもっと大きくなってきて、うん、例えばさやっぱり本当にプラスチックがは悪くて紙がいいのかっていうのってさ、いろいろほら紙をリサイクルしてまた生み出して、うん、木を削ってみたいな、このサイクル全体的に見てどれぐらい地球に負担なのかとかさ、プラスチックはほら簡単に作れて簡単にサイクルされるって言われてるじゃん、だからどっちがいいのかなってこうもっと広い視野で考えられるようになって、未来ゆくゆくそういう専門家になって、うん、あの温暖化を解決できるすごい人になるかもしれないし、うんうん、なんかあの全部いいよねだから、うん、なんか小さいことじゃない全然。いやちょっと聞いてたやつを今追いかけて書いてます、うんうん、ありがとう。そうでやっぱり何度も言うけど、あの自分一人じゃ頼りないっていうか、うん、自分が100人いても頼りなくて、あのいろんな人が集まって、うん、それぞれのいい、ね、あの自分の得意なことを生かして解決していくっていうのもまたすごくいいなって思ってて、うんうん、なんか世の中の役に立ってるって感じるのって嬉しくない？なんかやっぱり、うん、なんかそういう人がどんどん増えたらもっと宮古島が良くなるし世界が良くなるし、うん、今ね、Facebook にもコメントいただいていて、うん、あの環境活動家の谷口さんのお話し会で質問しましたが、うん、以前のように中国でもゴミ処理では引き取らなくなっているそうです。やはり土に還る生分解性素材の開発でゴミを減らす方法が一番地球に優しいです、うん、っていうふうに。なん誰かな、中村さん、いつもコメントとか、うんうん、あの応援してくださってる中村さんですね、うん、いつもありがとうございます。中村さんありがとう。ともり翔太さんからもゴミ収集をされている方から現状を聞いてみたいかもです。うん、聞いてみたい ね、うん、聞いてみたいね。どういうこと聞いてみたいですかね。なんかもう何、うん、どういうゴミが多いのかとかも聞きたいし、あのどこの地区が多いとかもあるのかな、どこの地区とか、うん、
ゆきは感情面も聞いてみたいかな、ね、かどんな気持ちでゴミを集めてるのかとか、あのそれこう例えば10年ぐらいやってきた人、今と昔はどう変わってきて、それについてどう考えたり感じたりしてるのかなっていうのは聞いてみたいかも。あ、いいですね、うん、拾ってる人、集めてる人も、うん、だからそうやってさ、ゴミ問題に関わってる人たちの声を、うん、あのもっとたくさんの人に届けたいっていうのもあるし、うん、なんかそういう活動になっていったらいいなと思う。お、ありがとうございます。なんか結構会話がいっぱい成立してる。どんな現状でどんな風に感じながら日々向き合ってるのかぜひ聞いてみたいですね。あ、過剰放送の見直しも企業にも問いかけたいですよねって。本当に大きなことになってくるよね。でも本当それはね、うん、思ってて、あの作る責任、使う責任の作る方もね、うん、やっぱり、うん、あの大事だと思うから、うん、大企業だけじゃなくてさ、うん、自分が何か作る時にもちょっと考えるようになったんだよね。あの物をなんか作るの好きだからさ、うん、あの新しく布買ってきて自分の着るものとか作ったりする時にも考えるようになってさ、うん、だからなんか作る側も考えるきっかけになってほしいから、ちょっとでもね、そうそう、影響があれば。なんかそのさっき の、うん、その今ってあれ知ってます、キットカットの袋ってビニールから紙製に変わる、紙だったね、うん、なんか素材ちょっと違う、そうそう、うん、あれってなんかまあその企業努力として、うん、なんかその多分今のマーケットに追いつくように作っていて、うん、これがどのぐらいの果たしてあのインパクトがあるんだろうと僕は思って見てはいたんですけど、うん、でもなんか消費者の意識が変わったからプラスチック離れが起きたから、うん、作る側も工夫をしたとかってあるじゃないですか、うん、でその結局最終的には、うん、あれもう物をたくさん作ること自体がおかしいんじゃないかみたいな話になってくると、うんうん、なんかこう再利用できるもので再利用できるもの、例えばだからもうみんな5年後ぐらいには、うん、あの惣菜コーナーもあのすでにプラスチックにいっぱい入ってるんじゃなくて、うん、昔はさもっと量り売りみたいな、そうなんか一個一個取って持っていけたじゃないですか、うんうん、あれがいつの間にかなんか全部もうパックになってて、うん、だからそれはみんななんか気づいたらタッパー持ってきてて、うんうん、その全部一律の値段で重さで値段が分かるとか、うんうん、今ほらマックスバリューとかもあのなんかすごくないですか、あの自分で生産するシステムとかって、うん、ピッてやったものを袋に入れたかどうかめっちゃ判断してるじゃないですか、うんうんうん、ああいうのとかもできるわけだから、うん、なんかそのもっとこう自分たちの持ち込みの容器で物が買えるようになれば絶対ゴミは減るわけだし、うんうんうん、そういうのに対応するスーパーって今出てきてるからたくさん、うんうんうん、それがこうスタンダードになればゴミは減るけど、うんうん、でもまずはそのゴミを減らしたい市民がゴミが出るものを買わないっていう選択を取らない限りは、うん、企業は売れるものは売り続けるから、うんうん、なんかそういうやっぱ流れはこうできていきますよね、うん、きっとね、うんうん、で最初このやっぱりゴミをどれだけ資源にできるかみたいなのを考えるとなんか全部ゴミじゃんみたいな、これって買うときこれゴミ確実ゴミだなみたいなのも分かるようになるし、そしたらじゃあこれよりこれにしとくかみたいな徐々になって、うん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 、なんか多くないみたいな、ゴミになる製品多くないみたいな声が集まると、うんうん、結局ねみんなも購入者の選択も変わるし、うん、選択ちゃんとした選択をできる人が増えると、うん、企業も変わるし、うん、企業が変わればもう本当にゴミっていうのがそもそも減るっていう、うん、めっちゃいい循環になっていくってことですもん、うん、その一歩目が今回のアイデアだと思うと、うん、本当にすごい大きな一歩目だなとは、めっちゃクリティカルだと思いますよ、ね、ゆうきさんのおかげや。だからこれを宮古島市上げてできたら本当にね、うん、てか宮古島市を上げてやる動きにしないことには、うんうん、仲間が必要だね、うん、だからこのゴミゼロリーダーになった時っていうのは、うん、このなんか表彰なんなり任命されたりみたいなことも必要なのかなと、うんうん、あー、ゴミゼロリーダーを募集して集まったら、うんうん、
そうだね、任命式しよう。市長から、うん、市長にお願いしたい。して、うん、で実際になんかやっぱりあの言葉があれだけど、あの私はもてはやされてなんかやるぞってなったからやっぱりちょっともてはやしてもらわないと、あの1回目新聞かなんかでリーダーですってちゃんと認めてもらって、うん、そっからやるのと、うん、また違ってくると思うから。でもめっちゃそれ僕あると思ってて、うん、その役割がこう求められている役割だった時って、うんうん、人って絶対行くと思ってて、うんうん、例えばあの結城さんのさっき言ってたそのゴミ拾いのポイ捨てゴミを拾おうっていうイベントも、うん、例えばなんですけど自分車出すよっていう人がいるとするじゃないですか、うんうんうん、そしたらこの人が車もし出さんかったらゴミ運べないんですよ、うんうんうん、自分はゴミを運ぶっていう役割を持ってるって思うと必ず行くわけ、うんうん、人は、うんうんうん、だけどいてもいなくても、うん、いたら助かるレベルだと、うん、なんかちょっと別の用事があったら行かなくなるのが結構人の常で、うんうん、まあ、例えばゴミ拾い終わった時にみんなでお茶飲みたいから、あなたお茶入れるの上手だからお茶入れに来てくれない、うん、って言われると、うん、私みんなのお茶入れる係って言ってから人が来るから、うん、そういうやっぱ役割を持った時に人ってその場に対する責任だったりとか、うん、やりがいとかが生まれるから、うん、やっぱそのゴミゼロリーダーもじゃああなたなんかふわっとリーダーねとかじゃなくて、うん、あなたリーダーね、あなたもリーダー、うんうん、あなたもリーダーって言ってちゃんとやっぱこう認識されると、うん、やっぱやるんよね、うん、と思う、うん、使命感持ってね、うん、本当そう。だから本当に一人一人にちゃんと顔と名前とちゃんと任命をして、うんうん、しかもフロム市長みたいな感じで市長からなんか宮古島市の人代表として頑張ってくださいみたいな感じにやったら、うんうん、これって本当に大きなことですし、大きなことだよ。で例えば勉強しに行きたいですとか言っても、うん、いやこういうものですとか言って、ゴミゼロリーダーですって言って、ミス宮古みたいな感じで、ね、そうそうそう、ゴミゼロリーダー公式的なをちゃんとね、ゴミゼロ、うん、ミスゴミゼロ宮古みたいな。いやでもそれぐらいのレベルやったらいいですよね。うんうん、なんかミス宮古と肩を並べるぐらいな、うん、ちゃんと本当にみんなが、うんうん、周知してるとか認知してる。なんか各学校にもさ、うん、1人さ、うん、それ任命したり、うん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 、各学校のゴミゼロリーダーみたいな、うん、なんか ね、 いいね、あ全然話それるんだけど仏教とめっちゃそれっ た、 れたすごいでもつながるだろうな、ね、なんか1人で修行するよりも4人以上集まってやってくださいっていう教えなんだって。へなんでですかね。その方がなんかあの学ぶちゃんと学び取ることができる、こう なんていうの、こう一人で黙々とやるよりもいいんだって。あ深まっていくんですかね、深まるらしいのよ。そうだからやっぱチームっていいなってちょっと思って、仲間っていいなって思ってて、だからリーダーも、うん、もうあなた一人責任負ってくださいねのリーダーじゃなくて、うんうんうん、チームだからみんなで頑張ろうねっていう、うん、そんな感じにしたい、しよう、うんうんうん、女性が中心の方がいいですか、もう男女問わず、男女問わず、うん、老若男女、老若男女、老若男女、うん、誰が正解だ言ってない。お店のリーダーになってくる人募集してますと、うんうん、もうこっからでも千年祭待たずとも、待たずともいいですよ。全然やりたいな、なんか楽しそうだなって思ってくれたら。もうだってあれじゃん、あのもしこの時点あと1ヶ月あるんで、うん、千年祭までに、うん、そのもうこの時点で5人とか出てきたら、うん、もう全員5人で宣伝祭で出ようって、うんうんうん、心強い、ね、うん、まずはこのメンバーがリーダーとしてやります。待ってます、待ってます。どういう活動をするかって言ったら、やっぱさっきのねゴミゼロリーダーになったら、うん、学校に行ってちょっと一緒に伝えたりとか、うんうんうん、で一緒にゴミ分別についてもやっぱり結城さんも日々勉強されてるじゃないですか、うんうん、でどうやったら分別できていくのかっていうのも、うん、一緒に学んだりとか、うん、もう簡単大丈夫、誰にでもできるから、うん、でも別に今現時点で分かってなくてもいいんですよね、うん、分かってなくても自分だって何も分かってないから、うんうんうん、ただ思いさえあれば、うんうんうん、一緒に、うんうん、一緒にね宮古島いい方に進めていこうっていう気持ちさえあれば、うんうん、そのチーム内でそれぞれ意見が違えどもそこでね、うん、
価値が価値観が違う者同士集まったとしてもさ、ここでやり取りして何か新しく生まれるものがあるわけだから、それを楽しんでいきましょうっていう、うんうんうん、じゃあ街をきれいにしたいっていう思いがある人、うんうん、自然が大好きで、うん、さっき挙げたけど、なんで島に恩返ししたい、で未来の子供たちを育てたいみたいな、うん、どれか一つ当てはまったら一緒にやりましょうっていう。だから今ゴミの削減が本当できてなくてもいい、うんうん、いいけど、うんうん、もう未来を、街をきれいにしたい、自然が大好き、島に恩返ししたい、うん、未来の子供たちを育てていきたいっていう人、うんうんうん、だったら、うん、でも本当いっぱいいますよね、うん、なんかみんなそういう思いがあって、うん、あのゆうきさんの今 Facebook ページ、うん、日々都はきれいになっているのページでもいろんな人がいると思うので、うん、我こそリーダーになりたいっていう、うん、ハードル低いでしょ、ほらゆうきがまず真ん中にいて、あ、この人できるんだ、自分もできそうだなっていう、多分気になってもらえたら、だから最終的にはもうみんながゴミゼロリーダーみたいな感じになるのが目標ですもんね。そう、今だからどんな人が向いてるかっていうのは、うん、ゴミ削減の知識が今なくても大丈夫、うん、でゴミを減らすことを楽しめる人、うん、自然が大好きで島に恩返しがしたくて、うんうん、未来の子供たちを育てていきたい、うん、と思ってる人だったら誰でも OK、うん、やりたい、本当に、うん、いるはずです、いるはずね。なんならあのポイ捨て日常ですっていう人が来てくれても、だって聞いてみたいからさ、そのどういう気持ちで捨てて、うん、だっていいじゃんっていうところから、こっから話し合いがあって、また何か新しいアイデアが生まれる可能性もあるわけだから、うん、何か意図を持ってポイ捨てしてる可能性もある。そう聞いてみたいしさ、分かんないよね、だから全然、うんうん、何でもありで、うん、ただ仲間が欲しい、うんうんうん、じゃあ結構宮古島市の皆さん呼びかけたいことは、うん、だいぶシンプルですね。仲間、ゴミゼロ、うん、ゴミゼロネットワークの仲間になってくれる人、うん、一員になってくれる人、仲間になってくれる人か。でもリーダーの仲間だよね。リーダーがいく、うん、まずリーダーが欲しいかな、うん、でリーダーでチーム、なんて言うんだろう、ちゃんとチーム作りたいんですよね。そうそう、うん、そうそう、じゃあ誰でもいいわけじゃないね、やっぱりね、うん、なんかリーダーやりたいって人をまず募集して、うん、そこからもっと広げていくために一緒に動いて、うんで、うん、仲間を作って増やしていけばいいわけだから、じゃああれだ、ゴミゼロリーダーの要件のもう一つは、うん、ゴミゼロムーブメントを広げたい人だね、うん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 、何をしていくかも一緒に考えていく人が欲しいってことですよね、うんうん、そうだね、うん、どうやって広げていくかを一緒に考えたい、うんいいね、何をしていくかも、何をしていくかは、でもおおよそこの学校にも行きたいとか、うんうん、自治会にも話しに行きたいとか、うんうん、そういう種みたいのはあるじゃないですか、うんうん、でそこをもっと何をしていくかって具体的に一緒に、そうそうそう、細かいことを、うん、私なんか自治会に話しに行くのも一人だと心細いけど、うんうんうん、そのリーダーと一緒に行くと、うんうん、一緒に考えられますもんね。自治会とかってどういう悩み持ってるんですかね、ゴミに対して。そう、ゴミに対して、ゴミに対して持ってるのかな、ね、だからそもそも持ってない可能性の方が大きいなと思うので、うん、そしたらもう本当にフラッと話して、今こう一緒に例えば街歩いて、うん、地域歩いて、うん、なんかやっぱゴミ多くないですかみたいな、うん、これって綺麗になったらめちゃめちゃいいですよねって話から始まるかもしれないですよね、うん、かもそのこのまま行くと、うん、宮古島市がもう昨年もしないうちに住める地域がなくなりますよ、うん、みたいな話をして、うん、課題をぶち込んでそれ考えてますかって、いや、もう単純にどの地域の人も自分たちの地域盛り上げたいって思ってるはずなわけ、うん、自治会ってね、はいはいはい、多分だって廃れていってほしくない、うんうん、若い人にも来てほしいし、やっぱり盛り上げていきたいって多分思ってると思うから、うん、それじゃあまずきれいに掃除しようっていうのは受け入れてもらえると思って
て、あ、だからあのなんて言えばいいかな、こう自治会長俺なりたくないのにやらされてるんだよぐらいのテンションの人ももしかしたらいるかもしれない、うん、でもこのあのそのリーダーゴミゼロリーダーたちが一緒にあのどうですかって一声かけたら、おーって、いや、じゃあなんかやる気湧いてきたっていうぐらいのところに持っていこうとこっちは思ってるから、うんうん、あのそういう感じ。しかもあれですよね、自治会も、うん、だからこのゴミゼロネットワークのゴミゼロチームが来て、うん、こういうふうにみんなでゴミ減らして、うん、ゴミを減らすことでみんなの気持ちも明るくなって、うんうん、楽しい毎日を過ごせるようになるといいと思うんですっていう話を持ってきた時に、うんうん、なんかこうだからゴミが減るように自治会で働きかけてくださいってやられると、うん、自治会長も頭抱えちゃうけど、じゃなくて一緒にやりましょうって、そうそう、みんなに声かけてね、私たちが話をするよっていう、うんうん、チームがいてくれたら自治会長はいくらでも、ね、声かけるよじゃあくらいの感じじゃない、うんうんうん、勝手な想像で喋ってるけど、うんうん、そう、それだと思う、うんうん、でも全然絶対さ、あの宣伝トークに出てくださったカリマトの国中さんとかはさ、お話ししたらさ、うんうん、え、じゃあ一回みんなと話してみようよみたいなこととか言ってくれそうだよね、うんうん、ゴミゼロリーダーさ、もう何人かは浮かぶな、頭に。お、まずそこから声かけてみるといいですね、うんうん、この宣伝祭までに集まりそうかなあと5人ぐらい集まらないかな。あ、でももう一人でもいいので、ね、いるとすごく加速しそうな気はします ね、うんうん、ちょっと聞いてみようかな、じゃあ、うん、個人的にもね、うんうんうん、やっぱその、うん、名指しでね、うん、一緒にやらないって言われることって嬉しかったりするから、嬉しいよね、うんうん、それしたことあるのって友達に言われて、あ、してないからそれもやろうとは思ってたんで、うんうん、地域ごとにやっぱりね、いるといい、ね、動きやすいし、うん、でもいや一番嬉しいのは、あの、あ、自分やりたいっていう人が言ってくれたら嬉しいんだけどね、いいですね、ゴミゼロリーダー、こう今後の流れとかもちょっと確認します。なんかもう宣伝祭が2月に行われ、うん、2月20日 で、うん、で3月までいろんな賛同の声を集めるので、うん、で4月から例えばこの人たちがゴミゼロリーダーですっていうのが、うん、4月に例えば公表されるとか、うんうん、新聞とかメディアに出るんでしょうね、宮古島発、なんかね、うん、それがさ苦手だったから、それ言うと人集まらないかなっていう心配もあるんだけれども、自分がそういうの前に人の前に出てね、あの目立つようなことするの苦手だったんだけど、うん、えいって やると意外とできて楽しめるようになってきたっていうのがあって、だからもしちょっと、ね、なんか目立つのちょっと苦手っていう人もぜひチャレンジしてほしい、うん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 、いいことやってるわけだからね。そう、いいことやってるからさ、なんかどんどんなんて自信もついてくるし、うん、変わったねって言われるもんだ。へえ、まさか勇気がこんな人前に出るなんてってみんなびっくりして、ね、自分もびっくりしててか未来のなのか島のためにもなるし、子供のためにもなるし、うんうん、自分の成長とかそういう、ね、そうそう、楽しいことにもなるし、うん、そういうさ自分の中で起こる変化とかをさ楽しめたらさ、うんうん、そういう変化をの途中にいる子供たちに接し方も変わりますよね、変わると思う、きっとね、うん、いろんな変化あるよねそういう時期もあるよね、うん、で恥ずかしい気持ちもすごい共感してあげられるし、ね、うんうん、自分はそうだったし、うんうん、それを乗り越える時のね、うん、そう、うん、怖さもね、ゾワゾワ感 ね、そう、わかる、ゾワゾワしますよね、するね、でも宣伝祭嫌だもん発表が、あ、もう1ヶ月そろそろだわと思って。でもね、なんか、そう、宣伝祭はこの発表発表じゃなくて、うん、もうみんなでの話し合いながらこういう感じだよっていうのをみんなに伝えて、うん、でそこに、ゆきさん頑張ってって応援の声とかいっぱい集まるので、うん、すっごい楽しい日になるなと思いますね。めっちゃ楽しみ。
じゃあもう5月からもう発表されて5月とか、ね、そうです、うん、まず勉強から始まるんですか、なんか何から始まるんですか、ね、一回みんな大集合してみようよ、じゃあリーダー、うんうん、確かに、うん、でそれぞれのなんか持ち味を探り合って、うん、自分には何ができるかなって、チームビルディングね、うん、なんかいいですね、人前で話すのが私は好きですとか苦手ですとか、苦手だけでやってみたいっていう人じゃやってみようって言ったり、うん、絶対に人前には出たくないっていう人はちゃんとそっとしておいてあげるし、でも自分できることがをにやってもらったりね、うん、なんかまあそういうことを、でもあれだな、楽しそう、皆さんへの呼びかけでさ、うん、今ってゴミゼロリーダーの仲間になってくれる人募集してますだけど、うん、別にあれですよね、それはそうなんだけど、うん、そのゴミゼロネットワークって呼ぶのかゴミゼロチームって呼ぶのかわからないですけど、うん、チームがやる活動、うん、例えばそのある自治会と一緒にその自治体のなんかこうゴミゼロ集会みたいなのをやるときに、うんうんうん、自分が住んでる地域だったら積極的に来てもらうとか、うん、そういう人も一応は呼びかけ対象ですよね、うんうんうん、もちろん欲しい、でしかもなんかそういう自分はリーダーはちょっとって思ってるけど、うんうん、この活動にはいつも積極的に参加してくれてて、うんうん、実は意外とむっちゃリーダーの素質を自分は気づいてないだけで持ってたみたいな人とかも、うん、確かにいると思う、ね、うん、いる可能性あるから、うん、そういう呼びかけもしたいですよね、うん、いいですね、うん、ゆうきさんたち含めたリーダーが発することに一緒にちょっと協力したいですっていうメンバーを、これはゴミゼロチームか、確かに、うん、なんか楽しみになってきた、もう穴だらけだからそこを埋めてくれるいろんな人が集まるわけでしょ、そうですよ、最強のチーム、楽しそうだな、なんかエコアイランドをこう牽引するチームですね、うん、そうなるね、うん、じゃあでもどうなんだろうね、なんかスケジュールがチームビルディングした後は本当、うんね、いろんな自治体とか学校とかと話す感じ、こういうことしたらとかっていうアイデアもなんかこの1000年祭で募集します、別にそこまでいいかもしれない、活動活動内容こういうことすると良さそう、面白そうみたいな、あでもそう、あそうだ、それ大丈夫だね、あでも無茶ぶりになる可能性はないなんかさ、だからそう、うん、アイデア持ってる人はとにかくチームに入ってもらおう、ね、はい、うんうん、一回来てそこで、うんうん、確かにアイディアやってもいい、あれはなんかアイディア持ってる人もチームに、飲料メーカーと組んで試行錯誤しながら一回社会実験してみたいですね、おお、何飲料メーカー、あー中村さん、うん、ペットボトルじゃない飲料の、ああ、うん、瓶、でもなんかそうリーダーとかでちゃんと公式的な役割を持ってれば、うん、そういう企業に話すっていう場も設けやすいですよね、うんうん、そういう活動も全然なんか視野に入れることができる、うん、いいと思う、ビジネス苦手だけどビジネスすごい得意だよっていう人が来てくれたら、うん、なんていうのこれをビジネス展開するわけじゃないけど、うん、このビジネスの分野においてゴミを減らす働きかけができるはずだから、うん、消費者のニーズをちゃんと伝えていくっていう役割を設ければ、うんうんうん、ね、あとはなんか事業者、あなもう気づいたら1時間だ、もうそろそろ終わりなんですが、うん、でも呼びかけは本当にゴミゼロリーダーの仲間になってくれる人を募集するっていうのと、うんうん、ゴミゼロチームとしてやる積極活動に積極的に参加してくれる仲間も募集していくっていう、うん、この2つをまず訴えていくというのが今日、うん、具体的になったところで、まあ、いろんなリーダーがやる活動とかリーダーこんな人向いてますよっていうのもいろいろ出ましたと、うん、でスケジュールに関してはもう結構また今後詰めていくともして、うん、勝手にあの勝手にクリーンセンターでの学習会っていうのを言ってくれて、うん、これも楽しいからやろ、これ楽しかったですよね、うん、かっこいいしね、あの施設、うん、かっこいいよね、かっこいい、あれね、全員知った方が楽しいですよね、うん、絶対全員行った方がいい、でこの専門家 の、うん、あのちゃんと教えてくれる人がかっこいい、うん、なんてちゃんと知ってるから、うん、専門プロっていうかさ、うん、そんな結城さんのアイデアが今深まってきたところで、う
はい、本日も1時間が経ちました、はい、皆さん2月20日日曜日の1時から3時をどうぞお楽しみにしてください。はい、たくさんのいいね待っております。ありがとうございます。 YouTuber っぽかったね今YouTuber っぽかった登録もそれでは、はい、佐々木さんありがとうございました。皆様ありがとうございました。